行くか。これちょっと待てよ。ちょっと待てよ。この部屋抜けようとしたらまた話しかけられるやつじゃないの。もう散々あったから。あ、話しかけられなかった、今回は。ちょっと、ミーム黙ってたけど、終始無言だったけど、ミーム。パンハイムが少しずつだけど、教塾を始めたらしいぜ。興味があれば、留置所に行ってみな。誰あなた。誰あなた。留置所か。留置所ってどこだ。あ、留置所ってここの地下か。レンジャー隊の地下か。ちょっと一回パンハイムにも顔を合わせておくか。どこだっけ。こっちか。ここじゃない。ここか。どこ。パンハイム、いた。はい。いやあ、ケン、リンダ、君たちともう一度だけ話をしたいと思っていたんだ。いやもう相手いなくなったね、クッジーさん。年寄りの話はくどいだけだが、聞いてもらえるかね。うん。思えばエリザベスとわしの最初の出会いは、彼女が28でわしが26、二人とも若かった。うん。エリザベスは小さな化粧品会社の社長、わしは入社したての研究部員。うん。わしは奥手でね、26歳にして初めて人に恋したんだ。お、遅いですね、それは。しかしわしの初恋は実るわけがなかったんだ。なぜかというとね、エリザベスの興味は彼女自身の美貌と若さの維持だけだったんだからね。はあ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 。なるほど。彼女はね、結婚してすぐに亡くした夫と永遠に同じ年でいたかったんだ。ああ、割と悲しいストーリーだな、それは。だけどエリザベスを失ってみて、今さらのように悔やむんだ。もしもわしが自分の気持ちを一度でも彼女に伝えていたらどうなっていたのかってね。いや、伝えてなかったのかよ。もうその年でしょ。初恋、恋したのが 26?28? どっちだっけ。でしょ。伝えてなかったのかよ。もう伝えてるもんだと思って話聞いてたわ。すまなかったね。つまらない話に貴重な時間を使わせてしまって。いやいや、とんでもない。ケン。はい。もう一つだけ聞いてくれ。はい。あ、これちょっと思ったんですけど、散々というか、ちょくちょく呼び止められる演出があるんですけど、これって選択肢によって変わるのかなとか、ちょっと思っちゃった。正しい選択肢選んでなかったら、この呼び止められるイベントが起きずにそのまま進むのかなとか、思った。例の薬だけど、はい。リンダに飲ませてみたかね。いや、わかんない。それがわかんないんだよ。それが、例の薬ってあっちか、ホレギン C の方かな。ホレギン C なら飲ませたよ。試してみればよかった。と思っただけだ。あ、そうですか。気にしないでくれ。そうですか。効果なかったけどな、ホレギン氏。何にもなかったけどな。ん？たとえ相手の気持ちが 100% 分かってたって、口に出して言わなきゃ。あ、女は安心しないものなの？そっか、んとこ鈍い男は分かんないのよね。ごめんなさい。ね、ゲーム。そうか、ケンも全然プロポーズできなかった身だもんな。だからひょっとしたら、あの記憶を取り戻すの下りがなかったら、ケンは一生プロポーズしなかったまであるもんな。ネクも言ってたもんな、絶対言わないだろうけどって。さあ、じゃあ電波受信機を使ってヒュームの居場所を特定して、で遺跡のなんちゃらに行けばいいのか。はい。どこだ。雪とか言ってたから北かな。だいぶ北だな。G ファクトリー、これ気になってたんだよな。これどうやって行くかわかんないんですよね。まあ行きますか、 G ファクトリーとやら。よし。いやもう割とこのシナリオ A も最終局面なんじゃないですかね。ちょっと待って、遠いな、金かかんな。金かかるな、やっぱ徒歩で行くか。おそらくこのままゲームを進めるとラスボスとの戦闘になるとそう思ったので、一旦収録を止めまして、動物を集めれるだけ集めました。で今29種70頭、もうあと1種類の動物を捕獲すれば、捕獲して登録すれば目標の30種60頭に到達するっていうところまで、進めておきました。
でレベルも上げたりして、動物を捕獲してで加工してで売ってお金を貯めるみたいなことをしたりして、でもうあとはラスボスと戦闘してたら、うん、ラストダンジョンに新種の動物とかいるんじゃないかなとも思ったので、タイミングよく動物が全種類揃うように、調整をしておきました。でそれからオズポートにですね、なんだっけ、エアフリーパス、これこれこれ、エアフリーパスっていうのが売ってたので、でお金もたくさんあったのでこれ買ってみました。でエアフリーパスっていう名前から察するに、おそらくバードラインの利用料が無料になるんじゃないかなって思って試してみたら、やっぱり案の定、バードラインの利用料が全額ゼロゴールドになるっていう、いや素晴らしいですねで一個気になったのがこのドギファってやつなんですけど、これがいけないんですよね、うん、でマップにもないし、ドギファっていうマップが、それがちょっと気になったっていう感じですね。であと、猟犬、猟犬で新しく狼の黒と白を、登録しておきました。うん、結構パラメーター良さそうなので狼にしておきました。じゃあもう一度、どこかな、リナバレー方面かな、エターナリナバレー方面かな、うん、行ってみましょう。よし、リナバレー、これも動画だとカットしてたのかな、今まで。リナバレー来たことはあるんですけど、そんなに重要なマップじゃないかなって思ってカットはしていたんですが、ここのリナバレーどうも、ね、川があるんですけど、この川、白い川、これ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 強い酸性の川なのか知らないんですけど、なんかダメージ受けちゃうんですよね。だからあんまり立ち寄らないようにしてたんですけどね。多分ここのマップから、うん、この塀がありますけど、この辺りからその例の遺跡とやらに行けるんじゃないかなっていう風に思ってるんですけど、これとかどう？あ、通じてますけど、いやでもこれ普通にワールドマップだな。真っ白だな。あれ、こんな真っ白だったっけ？あれ？冬だったっけ？今秋だった気がしたんですけど、さっきまで秋でしたよね。季節進んでなかったんですけど、秋でもこの辺はもう雪積もんのかな。これひょっとして、ひょっとすると、この川の奥のこの、ここから行けるとか、あ、ここ行けるんだ。勝手に行けないもんだと思ってた。これダメージ受けないよな。白いとこ行ったら、あ、ダメージ受ける。危ないな。あー、ダメージ量はよくわかんないですけど、ここに新しい動物とかいないかな。そうしたらもうあとは登録するだけで30頭いくんですけど、へえ、痛い痛い痛い。まあでもこんな環境で動物は生息できないか。なんなんじゃここ。あ、なんかいる。こいつは強い。あ、レベル14、アメンボ、手頃だな、いけるな。あ、でももう一個なんかいる。こいつは羊、羊って、まだエンカウントしてないよな。ヤギとしかエンカウントしてないよな。戦ってみよう。どう？手頃そうな感じはしますけど。まあ、試しに、オスを攻撃してみようか。あ、手頃だ、手頃だ。ちょうどええ。すげえちょうどええ。とても捕獲しやすい。これでもうクリア条件は満たした。満たしてはないけど。満たせるところまで行った。オッケー、黒も白も強いな。素晴らしいね。一応アメンボとも戦闘してみますか。でもこいつ陸に上がってきた時にエンカウントした方がいいような気がすんな。さすがに水中で戦闘したらこっち分が悪いか。無視しよう。先に進めましょう。あれ、これ来た道戻っちゃってる。これ来た道戻ってんのかな。わかんないな。全然マッピングができない。入り組みすぎてて。何こいつ、こいつは何、カエル。あ、カエルだ。カエルも捕獲できそうだな。モリアオってやつに似てんな、ビジュアルが。モリアオは高く売れるんですよね、燻製にしたら。うん、そんなに強くなかった。ん、これは来た道ん、来た道こんなんじゃなかったよな。ここはなんだ？ここ出口か。あ！ここあれだ！グリーン製薬だ！クラゲ針発見。
グリーン製薬と通じてんのか、ここは。羊セーターありがとうございます。え、グリーン製薬のどこに繋がってんのこれ。ひょっとしてあれかな。うわ、すげえ血まみれじゃん。あれかな、何、社長が殺されたところ、あそこから繋がってんのかな。うわ、牢屋だ。めっちゃ牢屋がある。あ、やっぱりここか。ここに繋がってんのか。あー、じゃあここであったイベントを起こす前にこっちの方行ってたら、あのフロア行けてたってことか。んー、まあ、今用はないから戻りましょうか。ん、なんかそれっぽいとこ来た。こっちで合ってるかな。もうすごい道に迷いに迷って全然この迷宮から抜け出せないんですよね。こっちで合ってるといいな。いやー違うっぽい。違うくせえ。もうここじゃねえな。え、ここ？ここで合ってる？あ、進んだ。よかった。また違う道かって思っちゃってた、今。よかった、進んだ。迷った。ちょっと一回八重しよう。体力が多分削れてるんで。オッケーオッケーオッケー。もう一回ぐらいしとこうかな。じゃあもういよいよ、なんだっけ、G ファクトリーだっけ。G ファクトリー行っちゃうのかな、これで。いやーもう体力温存していこう。ゆっくり歩いていこう。あ、来た来た来た。これかな、 G ファクトリーは。これだな。え、じゃあもういよいよイベントかな。あ、誰もいない。やっぱまあここは廃墟か。一旦セーブします。よし、じゃあ行きましょうか、 G ファクトリー。ん？どうした？はい。私やっぱり行きたくない。なん、どうした？あ、まあ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 。仕方ないわな。俺は行くよ。私行けない。うん。ケン一人で行ってよ。なんでそんな怒ってんの？なんでそんなに怒ってんの？君の親じゃないの？やられてるの。逆じゃないこれ。立場として。うん、まあ一回一人で行くか。ああ、愉快な BGM だな。うわ、すごい。赤い液体が。え、何あいつ。敵じゃないよな。生産ライン異常ありません。ああ、もうロボットだけが動いてる。そういう工業地帯的な？そういうマップ？え、じゃあお買い物とかってできるのかな？そういう施設はでも見当たらないですけど。この辺の、あ、工場だ。怪しい薬作ってんな。生産ライン異常ありません。え？ハッスル3。また怪しい薬手に入れた。攻撃力が上がりそう。じゃあ他の建物に入ったら、他の製品とか、勝手に拝借できるかな。どこよ、ここ？ここか？この建物か。銀行出張所。違うっぽいなぁ。ん、何もない。あ、いや、なんだよ。なんだよ、お前。待って、ケン。何？やっぱり私も行く。いえ。もう逃げないわ。優柔不断か。まあいいや。二人で行こう。え、ここで会ってんのかな？イベント。おぉ！いた！こいつ！え、もう？もう？もうかよ。ワンクッション何かイベント欲しかったな。そんな唐突に始まるんだ。いやいや、強いかな。体力420。でもラスボスっぽい体力ではないな。ラスボスなら1000とか2000とか余裕でありそうな気はしたんですけど。まあ、でも防御が硬いとかかな。レベル17、え？弱くね？殺人さんと。え、意外と弱い気がする。いいか、そのまま獣人化とかせずに。ああ、でもしょっぱいな。しょっぱいな。獣人化して攻撃してみるか。完全人間男。どういうこと？完全人間男。完全人間男で行こう。完全人間で。と、まあ、この戦闘はカットなしで行こうか。でもこの雰囲気ラスボスって感じしないな。第二形態があんのかな、こいつ。正体、もう普通に攻撃連打で勝てそう。
攻撃力、相手の攻撃力そこそこに高い感じはあるけど、でもワンワンがちょっと足引っ張ってんのか。回復してあげるか。投げる、あ、投げるってそういうやつか。食べる、黒、はい、ちょっと回復はしてあげるか。で、剣は攻撃、はい。え、勝てるぞこれ普通に。あ、勝てちゃったえ、さらっとしすぎじゃない？ちょっと逆に怖い、逆に怖い。え、まだなんかありそうほらほらほら、やっぱり2対1じゃ分が悪いな。さて、約束通りまずパパに会わせてあげよう。え、まさかべやっぱお前かよさて、次はママだ。あれ、ママはどこだ。アン、いないのか。アン、ママは行方不明か。すまないな、リンダ。パパが会所なしだからママに逃げられてしまったよ。あれ、こんなところにいたのか愛し合う二人はいつも一緒。そいつが何よりだ。そうだろ、アン。早く逃げるのよ、二人とも。ユームには勝てない。いや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 、許せんだよ、このアマは。ああ、誰だ、俺のアンをこんな目に。ひどい、ひどいよ。血が出てるよ。死ぬな。本当にヤバいやつだ。誰がやった。お前ら、お前らだな。よくも俺のアンをぶち殺してやる。いや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 、うわ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 、ああ、正真正銘のラスボスか